もわかった。長峰くんと遊ぼう。お願いします。さあ長峰さん、はい、今回は何でしょうか。今回はですね、はい、謎のイントロゲーム。お謎のイントロ、はい、なんかドリナドンとかあれで、はい、曲を当てるのは知ってますけど。そうですね、その感じで、まあ、お互い謎なぞが得意ということで、はい、そうですね、今回はですね、謎なぞの文章、結構簡単めなやつをゆっくり読んでいただいて、もイントロで、うん、それでも早く答えた方の勝ち。そうかそうか、その最初の方で分かればそれでいいと。そうです、だからもう謎なぞの難しさというよりはどこぐらいでも読めるのか。なるほど。じゃあパンはパンでもピンポーン、はい、フライパン。なるほど、そういうことね、みたいなことがどっちが早くできるのかという。なるほど、スピード勝負でね。わかりました。じゃあ問題は、はい、エンジェリック・ランセに出していただきます。はい、よろしくお願いしますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。第一問、はい、ババン、食べると安心する。はい、分かったのに。マジで、ちょ、長です。はい、ホットケーキ。ピンポンピンポンピンポン。すごい、これはいけますよね。食べると安心する食べ物何でしょう。そう、安心するケーキは何だ。正解はケーキは、ホットケーキ、まあ、ケーキまでね、ついてるのも分かりやすい。ちょっと俺今、答え間違えてた。あ、違う、なんだアンデスメロンだと思ってた。危ないところでしたね。手つけするところでした。安心デスメロン。安心です。アンデスメロンのね、由来です、由来ね。第2問、はい、ババン、世界の、はい、俺もいけた、いけるけどな。え、嘘でしょ、まだ全然。これ絶対あれなんだよ。これか、いくぞ。はい、か、はい、正解。わー、やれた、すごい、コウジさん、マジっすか。今のはいけたな、くそ。世界の真ん中にいる虫でしょ。もう、そんでわかるんすか。第3問、はい、ババン、持つだけで手が、はい、わかった、まだい、はい、コウジさん、テーブル。正解。手が震えるか、持つだけで手が震えてしまう家具。正解、テーブルです。ちょっとすごいな、視聴者の人ついていけるんですかね。大丈夫大丈夫大丈夫でしょう。大丈夫。この二人しか面白くない。ここだけが楽しくて見てる人なんでこれ何のことも分かんないですよ。次の問題です。今21よ。21ですね、うん、ボールはボールでも四角い。はい、来た。お、長峰です。長峰さん、また。はい、じゃあ長峰さんお願いします。ダンボール。正解です。ボールは。じゃあもうボールなんかだろうなっていうので四角が来たんで、まあダンボールいけるだろうと。四角いボール。四角いボールはなんだ。ダンボール。オッケー。ダンボール。オッケー、オッケー。ミラーボールと。はい。あとミートボールの予想をしてて、ああなるほどなるほどなるほど。ダンボールね。でも聞いたことあるわこのクイズ。ありますよね。よっしゃ、すごい、いいですよ、早押しがいがありますわ。22ですね。22。じゃあいきますね、次の問題。貝は貝でもお風呂に。はい、浩二さんお願いします。温かい。正解です。ああ、全然考えてないわ。だから貝は貝でもお風呂に入ってる貝。正解は温かい。あ、すごい。貝は貝でも喋りが達者な貝は何だと思ったんですよ。司会。ああ、なるほど。いや、それないわ。ないか。それないわ。なんでだ。え、ないことないか。合わない、合わない、そのクイズなんかないよ。まあ、そっかそっか。子供に出すクイズじゃないな。あったかいでよかったのか。クイズのレベルは読んでんですか。今何 ?2?2?3 人です。3人ですね。3人、はい、はい。じゃあ、あと2問で。あ、そうですね、わかりました。じゃあ、次で正解しないと長峰さん並ばないってことですね。並ばないです、絶対行きます。じゃあ行きます、はい、冷蔵庫の中。はい、えぇ、ー、俺も分かった。そう、すごい。なんでなんで冷蔵庫しか言ってないのに。の中に入ってる動物はなんだ。ゾウでしょ。正解です。いや、さっきの傾向と、さっきの世界があったから、ね、そう、それで考えました。ルベルの中で考えるとゾウが、イゾウなの。イゾウ、イゾウ、岡田イゾウ、一人。さっきまで子供向けのクイズって言ってたのに。そうです、合わない。大人向けじゃないですか、テイストが合わない。もうゾウ分かったのに俺も。よっしゃ、並んだ並んだ。やばい、これ大事ですよ、並んだ。ラスト。もう車で走っているときにカーブで必ず落ちてしまう、はい、あー、やられた。やるかー。分かったじゃん、もう一個で落ちたんじゃん。これトラックと一緒じゃん。なんだ、それか、それか。
じゃあ、まあ、とりあえず浩二さん正解をね。はい、スピード正解でございます。落としたものは何だだ。そうなんですね。よくあるのがあるじゃないですか、トラックの荷台に荷物が何個か乗ってて、カーブで落としました、なんでしょうで、スピードのパターンありますよね。お前それなりにトラック、大体トラックで聞いてるもん、あの散らすんですよ、トラックだから荷物があるから。俺はね、なんかオートバイで聞いた。あー、オートバイの後ろにメロンパンと食パンとカレーパンを積んでます。そうなんです、何個か揉んでる、うん、あれ振り、あ、カーブ、ね、引っ掛けますね。差し掛かった時に何か落としました、何でしょうつって、またね、食パンってほら耳があるからとかさ、そういう答えがあるじゃない、はい、あ、そっちもありますね、食パンだけ振り向かなかった的な。そう、食パン以外だから食パンに何かあるのかなとか思っちゃうんだよ、はい、正解はスピードっていう。俺もそれ昔なるほどって思ったわ。そうですよね。でもこれオートバイもあのパターンもあるじゃないですか、あの追っかけたら速さが2倍になるみたいな、オートバイみたいな。それ今初めて聞いたそういうパターンの謎も。ということで以上、中峰くんと遊ぼうでした。チャンネル登録してくれるかな。